ゴールキーパー佐川亮介、2番ディフェンダー花澤実、3番ディフェンダー宗近圭、4番ミッドフィルダードナテ健人、5番フォワード宮内宏人、6番ディフェンダー藤原拓也、7番ミッドフィルダー神田恵美、8番ミッドフィルダー吉田拓雄、9番フォワード大泉和也、10番ミッドフィルダー柳俊太郎、11番フォワードリーダー戦4、13番フォワード川辺俊太郎、14番ミッドフィルダー菊谷敦史、15番フォワードハン・ヨンキュ、16番ゴールキーパー谷俊君、17番ディフェンダー吉野雄太郎、18番フォワード鬼江おごちくプロデュース、19番ミッドフィルダー和田寛太、20番ミッドフィルダー多摩喜右衛門、21番ミッドフィルダー山本亮太郎、22番ミッドフィルダー松井大輔、23番ミッドフィルダー青ちゃん、24番フォワード林智也、25番ディフェンダー石山俊太、26番ミッドフィルダー上村智也、27番フォワード古山蓮、28番フォワードセベニオン日高アレクサス、29番フォワード中村大斗、30番ディフェンダー中村俊、32番ミッドフィルダー古谷の陸、33番ディフェンダー石山祐介、34番ミッドフィルダー脇坂良平、35番ディフェンダー橋本恭介、36番ディフェンダー長澤拓海、40番ゴールキーパー石井亮、46番ミッドフィルダー小賀修太郎、49番フォワードロリス・ディレリ。続いてチームスタッフ監督の紹介です。ドクター亀田壮、トレーナー長妻直之、ゴールキーパーコーチ飯中博明、アスレティックパフォーマンスコーチ松本修南、コーチ末岡隆二、ヘッドコーチ佐江美佐弘和、そして監督星川慶、2022シーズンのクラブスローガンは限界突破、人としての生き方やプレーヤーとしての能力値、クラブとしての価値や現状、それぞれに限界があるとしてもその限界を主体的に突破する力強さを発揮し、あらゆる限界立ちはだかる壁を突破していきましょう。以上 YSBC 全選手の紹介でした。まで届けてください。